いや、なんかすっごい楽しかったですね。めちゃくちゃ体力のいる役だったし、すごい疲れたって毎日思う役ではあったんですけど、ここまで、なんだろう、弾けたり暴力振るったりめちゃくちゃやれる機会はなかなかないので、なんかワンクールぐらいでやりたかったなっていうぐらい、すごい愛着のある役でした。すごい楽しかったです。現場でこう肉付けしていく感じというか、ここでなんかさっきもありましたけど、じゃあ「アメイジング」って言ってとか、その台本には一発しか殴るって書いてなかったのが ボコボコじゃんっていうぐらい殴ってたりとか、現場で変わっていく、現場でこういろいろ肉付けしていくっていう感じが、すごいお話ししてても演出受けてても面白くて、すごく頭を使うけど、やっぱり自分の想像を超えたところでの、お芝居にたどり着ける感じが毎回あったので、すっごい楽しかったです。私、ケイ君とも、何年、もう5年以上、もっと前かなとかに何回かお仕事ご一緒していて、で人となりも知ってたんですけど、ケイ君が義堂っていうのが最初、なんかちょっとどういう感じになるのかなって思ってたんですけど、あの扮装して、あのボソボソした喋り方とかで、なんかもう何ですかね、キャラクター、なんか癖になる感じっていうか、それがもう初日から仕上がっていた気がしたので、なんかそれがすごい、あ、こういうハマり方なんだっていう、あ、何でもできる人なんだなっていうのすごい思いましたね。めちゃくちゃだから一緒にお芝居しててもなんか新鮮で楽しかったです。でも読んだ時、台本を読んでまず、あ、これは遊んでいい役だなっていうのはまず思ったので、まあ、あと包み組っていうこともあったんで、あ、これは結構弾けていいかもって思っていったら、初日に監督にその、まあ、なんていうんですかね、テンションのこう雰囲気だったりとか、あとちょっと体育会系で、あ、ちょっとギャルっぽさもあって、で、まあ、ちょっと憎めないアホさもあるみたいな、なんかそういうワードをいくつかいただけたので、なんかそれをうまい具合に自分の中で落とし込んで作ってましたね。とにかくでも、まあ、正直というか、まっすぐな、こうなんかギャーギャー言ってるけどいい子だなって、むちゃくちゃなだけど面白い子だなって思ってもらえたらいいなと思いながらやってました。難しいというよりも、そのなんか勢いがきっと大事なんだろうなって思って、あんまりそういう計算とかしないで、その私、その人殴ったのも初めてなんですよ。その殴ったりとか、そのなんかこう、むちゃく芝居で声が枯れたのも初めてです。ちょっと本当に数日続いてたら、もっと続いてたら喉やばかったなって思うぐらい、とにかくなんかオープンに感情してる役だったので、なんか難しさというよりも新鮮で楽しいみたいな、で終わった後ぐったりみたいな感じで楽しいが勝ってましたね。あれ、これ本当に犯人って誰なんだろうなっていう、こう推理していく面白さっていうものも、その刑事ものとしての面白さももちろんありますし、なんかそれとともに、まあ、私が今回演じた若菜っていうキャラクターであったり、その義堂さんの本当に独特な面白い癖になるキャラクターであったり、こう登場人物みんながちょっとおかしいなっていう、そのなんかギャップというか、刑事ものとそういうコミカルなコメディ感のアンバランスさみたいなものが、多分すごく、まあ、義堂さんっていうキャラクター自身もそうだし、きっと作品としても妙に癖になる味わいのある、形になってるんじゃないのかなって思うので、まあ、その謎解き、犯人誰なんだろうっていうのも含め、その雰囲気を、なんかちょっとネジの外れた人がいっぱい いっぱいいるっていうところも含めて楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。